どうも、マサダイです。遊戯王の映画見てきました。ちょっとしたね、感想だけ言わせてください。ネタバレは言いません。いやー、よかったです。やっぱりね、遊戯王は初代遊戯王だね。城之内の元気な姿が見れて嬉しいです。そしてね、相変わらずですよ、海馬瀬戸、あいつはすごいね。俺の道を邪魔する者は誰であろうと許さねえみたいなね、このロードを歩いてる走ってる感じが伝わってきましたよ。遊戯を見てきたということで、もちろんカードもらってきました。僕はですね、第1週目っていうのかな、公開した1週間目っていうことなので、もらったカードは破滅竜ガンドラクロスです。他の州で行くと、なんか別のカードがね、またもらえるということでね、遊戯をやってる方は多分4回見に行くのかな。すごいね4回も見に行くのはね、ちょっとすごいですよ。はい、2だね。ぜひね、遊戯をやってる方は4回見に行ってほしいんですけど、僕はもうね、一応引退した身なので一応ね、引退してる身なのでね、これだけで満足です。確かね、先週のジャンプかなんかにね、4種類のカード載ってたんだけど、僕的にはね、レモンマジシャンっていうの、あれ欲しかったなって思います。やっぱりね、女の子キャラだよね。女が大好きな私です。それではね、今回映画行ってもらってきたこのカード開けたいと思います。それでは破滅竜ガンドラクロスオープン。ぽよ。おお。あ、出た。このなんかパラレル風な感じ。攻撃力、ディフェンス、守備力ゼロ。ほうほうほう。ゼロだけどね、こういうのは効果がいいっていうね。ちょっと効果読もうかしら。このカードが手札から召喚、特殊召喚に成功した時発動できる。このカード以外のフィールド上のモンスターを全て破壊。破壊したモンスターのうち、攻撃力が一番高いモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。このカードの攻撃力は効果で相手に与えたダメージと同じ数値になる。自分のエンドフェーズ時に発動。自分のライフを半分にする。まあ、諸刃の剣というような感じかな。まあでもね、切り札にはなり得るカードだと思います。初代遊戯王の映画は絶賛公開中です。皆さんぜひ見に行ってみてください。劇場に行ったらカードがもらえます。行った州によってカードの種類が違います。それではまた会いましょう。バイバイ。